はい、皆さんこんばんは。レトロゲーム大好きはるまりこと春木まりです。さあ本日はですね、こちら、懐かしのゲーム、マリオテニスのね、64、まあ、64のねマリオテニスで遊んでいこうと思います。こちらなんですけれども、2000年ね、64のゲームとして発売されたものになっています。もう超王道ゲームなんで、ちょっと私にしては若干珍しい珍しいタイプの実況になるかなと思うんですけど、あのねこれよくやったなと思って、久しぶりにちょっとねやりたいなと思って、今日はこれをすることにします。スポーツのね実況を全然私とは上げなくてですね、多分一回あのハイパーオリンピックを上げたぐらいかなと思うんで、ハイパーオリンピックインアトランタをね上げた以来なので、はい、ちょっと私スポーツできないとね思っている方がいたら、ちょっとここでねゲームのスポーツはできるんだぞっていうのをね見せたいなと思っているところでございます。ということで、はい、やっていきましょう。マリオテニスということで、はい、スタートです。グラフィックがいいよね。で、誰を使うかっていうか今日やりたいことがあってですね、まあ、私はデイジーを使うんですけど、ちょっとピーチ姫とどっちがよりいい女かっていうのをね、このマリオテニスで決めたいなと思ってるわけですよ。ということで、3セットぐらいにする？なのでね、ちょっと相手はピーチ。デイジー対ピーチ。絶対勝つ。で、コートは何でもいいよね、正直。これで、はい。なので、もうね、できればもう気持ちよく、1セットも取られずやってやろうと思いますよ。デイジーの方がいい女だっていうのはね、ピーチ姫に知らしめてやろうと思います。はい、ということで手前が私ですね。いきます。最初ね、軽めにね。弱っ。何これ、コンピューター普通にしたから弱いのか。よし、合ってますね。強いサブっちゃうよ。そしたらえいよいしょよいしょい。まあ実際私のテニスはねちょろっとだけやったことあるんですけど、サーブをね入れるのでいっぱいいっぱいだったっていう思い出がありますね。ゲームの方が得意。えい、どうよこの強いサーブ。えい、決めちゃうもんね。あ、決められなかった。めっちゃ弱くない？ストレート勝ちしちゃうねこれ多分。どうしたのピーチ姫、もうかわいこぶってる。ピーチ姫がかわいこぶってる。よいしょよいしょい。次で決めますよ。はい、あ、決められなかった。はい、えい、どうよ。あ、びっくりした、打ってくるか。あー、でも勝ちましたね。いや、めっちゃ弱いなピーチ姫。やったー、デイジーの方がいい女なんですよ、これは。さあ、チェンジコートです。いや、こっちがやりにくいかな。ちょっと、ほっとしてましたね。やば。やばい、かわいこぶってると思われたくない。よいしょ。よし。もうストレート勝ちしたかったんだ。なんかハート振りまいちゃってるもんね。はい。あー、届かない。後ろにいた方がいいのかな。ちょっと前出ちゃったもんね今。はい、いいよ。あー、返してくるんだ。いやー、こっちのコート見にくくてすごく前出ちゃう。やばい、デイジーいいよ、リプレイも。はい、やりましたね。これでもう一回ちょっと頑張って取って、このセットも取りたい。そしたらでも勝ちだもんな。はい、はい、こっちのコートやりづら。ウェイ、やりました、ジュース。いや、懐かしい、これ友達とやるゲームだよね。でもコンピューターとやるゲームじゃないよ多分。あ、はあ、くそー。
これは悔しいぞ。あ、ちょっと前出過ぎてる。ちょっと怖い。よし、やった。デュース。デュース。もう審判台のマリオがハラハラ見てますよ。女の戦いを。これさ、毎回ここやってからさ、そこにいればいいね。いい。ピーチナップいい。よいしょ。あ、うまい。めちゃくちゃうまい、今の。よし。もうマリオに、デイジーの方がいい女だっての気づかせないと、こっちいようかな。そうだよね。こっちいれば返せる。よしよし。やったやった。これいける。ちょっと謎に2セット目苦戦してるが。セットポイント。返してくるのね。あ、どうしちゃったの？危ない。力んじゃった。すごい。今力みしてなかったのに。またもうめちゃくちゃいい試合してるじゃないか。はい、素晴らしい。もうこっちのサーブは攻略しましたよ、私で。逆サイドね。大体端っこを狙ってくるんでしょ、君は。おー、来た。2セット目も取りました。やったね。もう膝がすりむけちゃって。あー、こっちサイドか。うまい。こっちの、よし、うまい。こっちのコート見にくいな。でもこのセット勝っとったらもう勝ちっしょ、多分。えい。で、右。で、もう一回右じゃなかった、左行ってる。いや、デスポーツできるんじゃねえ、もしかして。もうデイジーの良さを知らしめてやる。よいしょ。あ、うまっ。あれ、思ったより苦戦してないから短い実況になりそうな予感。ほう。はい。あ、嘘でしょ。裏を突かれてしまった。まあね、このぐらいの見せ場はね、ピーチにも作ってあげないとね。よっ。あっ、勝っちゃった。とてもいいですね。やった。あ、そっか、これまだあるんだ。あ、じゃあ全然実況の時間は大丈夫でしたね。まあでもこんな感じでちょっとストレート今1個取ったから、次も勝てばいいんでしょ。貸せなさいよ。のこと得意なんだから、見やすくて。やっぱりね、ピーちゃんもああいう時にダイブができないから追いこぶってる。いや、うまい。実際もこんなにうまかったら楽しいんだろうな、テニスって。今の体力じゃ絶対できないですからね。こっちに振ろうと、あれ、逆サイドに振ろうと思ったんだけど。よし、いいよ。ふわっとしたのやだな。おー、うまっ。レイジー見て、この可愛いデイジーをラケット投げちゃう。勝っちゃった。全然短い実況になったけど勝ちましたね。見ましたか皆さん、これでピーチームよりもデイジーの方がいい女だっていうことが皆さんには伝わったでしょうか。もう伝わんないよ。はい、そうね。なんかせっかくだからピーチ姫の強いやつでなんか戦いたいよね。1セットゲームでちょっと強いの、どれ最強がどれぐらいか見る。そうだね、これやってみようか。めっちゃ強いのかな、最強にしたら。かわいいね、ラケットが。はい、最強のピーチ姫を見ましょう。最強のピーチ姫に勝ちたいね。えい。あ、強い。ちょっと強いな。
これ強いな。最強は強いかもしれないな。絶対そっち行くと思ったよ。だいたい左右に振る、はい、左右に振ってくるってことですね。これ最強のピーチにはボロボロになる予感するわ。えあっ、勝てないかも。悔しい。よいしょ。ああ。はい、ということで、結局ね、最強のピーチにはボロボロに一瞬で負けるっていう、はい、悲しい。やっぱりスポーツは苦手でした。はい、ということでですね、本日はこちらの、64のマリオテニスで遊んでみましたが、いかがだったでしょうか。いや、懐かしいなとかね、思っていただけたら嬉しいです。ということで、本日は以上、ご視聴ありがとうございました。